はい、こんにちは、しんすけチャンネルです。さあ、試合が終わりました。非常に眠いです。はい、カメルーン対メキシコは、1対0でメキシコが勝ちまして、初めてスコアが当たりましたね。はい、当たりました。で、まあ、オフサイドとなったゴールが、メキシコが2回とカメルーンが1回、なので計、まあ、3対1だったんですけど、まあ、あのオフサイドだったんで、まあ、ただ、コーナーキックのとこですね、先制点が入る前なんですけれども、まあ、YouTube 多分出るんですかねと思いますから、そこ見ていただけると分かるんですけど、まあ、厳密に言えばオフサイドじゃないんですよね。コーナーキックからカメルーンの選手が頭で触ってドスサントス選手が決めたんで、まあ、一瞬の出来事なんだよね。まあ、微妙なとこではありますが、リプレイを見ると分かるんですけどね。はい、まあ、というのがありました。とスペインとオランダなんですが、外してしまいました。すいませんでした。5対1でオランダが勝ちました。まさかね、5点入ると思ってなくて、もうスペインの守備が完璧に崩壊したり、カシージャスが、まあなんかありえないようなミスしたりとか、で、あって、最初先制点はスペインだったんですよね、PK で。で、前半が、最後ファンペルシーがダイビングヘッドで入れて1対1で、まあ、あと1点取るかそのまま終わるかなと思ったら、4点オランダが取りまして、ファンペルシーが2ゴール、ロッペンが2ゴールと、はい、決める人が決めたんだなというような試合になりました。はい。そうですね。まあ、イニエスタとシャビがうまい具合に封じられて、はい、オランダが5バックで行って、もうスペインの入る選手にボンバンバン突っ込ませて、パスカットに行き、人につかせという、ディフェンスをしたので、やっぱでもそんな中でもスペインは決定機を何回か作っていたので、まあなんで、まあ次は点取れるのかな分かりませんが、はい、まあそういう試合でした。もう寝ます。眠いです。じゃあ終わります。